こちらが、今日私がね泊まってる八幡浜のセンチュリーホテル伊東というホテルです。今日お客様は分宿で、もう一つのホテルがここの道をまっすぐ行って右に曲がったあそこ、上だけ見えてますけれども、パンパンプラザというホテルがもう一個のホテルです。夜ご飯はセンチュリーホテル伊東なので、まあハーバープラザに泊まっているお客様は天井が迎えに行って、ここまで送り届けるといった感じです。でこの道まっすぐ行って右行ったらハーバープラザで、そのまままっすぐ行くと、向こうにね八幡浜の市長があって、市長舎ですね、その奥に裏手に、港湯っていうモール船の、お風呂があります。でここホテルなんですけど、このね向こう側に商店街が、新町商店街だったかな、商店街がありますけど、ほとんどお店はねやってなかった、時間が遅いからかな。こんな感じですね。ホテルのセンチュリーホテルの隣はねスーパーホテルです。この辺りホテルが多いみたいです。